フィロンティーナ監督のものの続きやっていきたいと思います。今日はジェノア戦から始まって、CL セカンドリーグのミラン戦まで、最低限やっていこうかなと思います。まあ、もしかしてカリアレまでやるかもしれません。まあ、前回ね、リーグ戦進めて、あと CL ベスト16戦ってね、バレンシアに、まあ、2戦合計で6対3で勝ったりして、立ち上がってのミラン戦があるわけですけども、ミランはね、本当に相性がいいので、すごくいいくじを引いたなと思いますので、しっかり勝ってベスト4進出してね、その勢いで決勝まで行って、決勝も勝って CL 優勝して、FIFA20 終えて FIFA21 にうまくね、気持ちよく移行できるようにやっていければいいかなと思いますので、また今日もちょっとジェノア戦とあとパラマ戦かな、まあ、結果だけね、お伝えする形でやっていこうと思いますので、ジェノア戦とりあえずやっていきます。ということで、ジェノア戦をなんとか2対1で勝ちました。なんか1失点はね、すごくもったいない形でしてしまったんですけど、まあ2-0から2-1になったっていう感じなんですが、1点目ね、久しぶりのもう何億光年ぶりのコーナーから、キエーザのコーナーからベロッティが決めるっていう、いやー、本当に何億光年ぶりのコーナーから直接決めました。まあ、よかったですね。ですってことで、次、中3日で、ミラン戦のね、CL ベスト8、ファーストレグがあるので、そちらに向かいたいなと思います。で、本日 CL ベスト8、ファーストレグ、ミランとの試合のフィオレンティーナスタメンで発表します。3-4-3で、キーパー、ドロンコスキーで、3バック、ラフマニ、カマラ、チスターナで、ドミンゲス、ジュルコスキーの真ん中で、ウィングバック、右、ビリンデッリ、左、スピナツオーラで、3トップ、左からベルディ、アビラ、ベルナルデスキでやっていきたいなと思います。で、相手、ミランのスタメンです。まあ、今日で今シーズン3回目の戦いになるんですけど、ミランと。1回目はホームで4対1で、2回目はアウェーで、もう3シードで8対1で勝つという、そんな今シーズンのミランとの対戦成績なので、まあ、だいぶ相性いいし、勝率、多分オッズとかもう 0. いくつなんじゃないかってぐらい、フィオレンティーナのね、なんかこうベスト4進出のチャンスがあるとは思うので、まあ、その期待通りに、昨日動画を多分休んでしまったと思うんですけど、まあ、てか撮ってんのがやばい。あ、ばばば、やばい。おお、ビリンデリナイス。ね。あ、待って、待って。8-1で勝った相手に、そんな、いや。で、まあ、今日、まあ、月曜日撮ってるんですけど、今日から、10月5日からね、チャンピオンズエディションかな？スタンダードじゃない方の、FIFA21 は今日発売になってるので、まあもうね、20なんて見ねえよみたいな人いると思うので、まあ今更何やってんねんってね、もう思ってる人いるかもしれないんですけど、まあとりあえず8日、僕は8日までに20を終わりにしたいのっていう気持ち強いので、普通にスタンダードの方にしてたんですけど、うわー、どんなるま、キャリアモードで動画撮る、21撮るってなったら、かぶりたくないんですよね、チーム。その一生嫌だというか、なんかやっぱ差別化したいじゃないですか。ね、せっかくだからっていうところで、まあ、違うチームを選びたい中で、前回ね、ドルトムントキャリアかぶっちゃったからな。なんか、そこが、ちょっとやってしまったなっていう感じは否めなかったんですけど、まあ、そういうのもあって、今作は、かぶりたくない。おい。だからまあ今日ドロンコスキーキーパーにしちゃったな。ハンドルビッチでやろうと思ったけど。まあいいか。もうやっぱ上のね、レベルになってくればね、なってくるほどやっぱベストメンバーじゃないと勝ってないだろうし、そういう中でやっぱハンドルビッチよりはやっぱドロンコスキーかなっていうファーストチョイスはね。まあ、あとはヴィラン相手に3-4-3はちょっと初めてで。なおかつベロッティとかいないしな。こっからアビラ。おい。終わりかな。0-0。やっぱリーグ戦とは雰囲気変わってね、大変な難しい試合にはなっているんですけど、まあ、ホームですし、アウェーゴール許さないために、まあ、ゼロっていうところはしっかり意識して、僕らは、まあ、1点でもね、点を取って、まあ、勝ってセカンドレグに臨みたいかなと思います。さあ、後半。まあ、やっぱキエーザとかベロッティいないし、ミラン相手の3-4-3はちょっとまた違うなっていう気もしてますね。ただ、
点、まず先制点。やばい、これやばい。出ちゃえ。いや、チスターナいいよ。素晴らしい。勇敢なディフェンス。スベルナルスキーが上がってきた。ツルコウスキー。ドミンゲス来た。コチアビラ。イエス、イエス、先制点。先発起用のアビラ。点奪ってきました。まあ、ドミンゲスも余裕を持ってね。アービラみたいな。まあ、昨日みたいな感じになっちゃったけど。アービラって。あービラって先制点。オッケーオッケー。まあもう最低限ここでもいいと思う。 1-0 でもいい。とにかくやっぱ失点が怖いですね。失点させたくない。失点が怖い。まああとはリーグ戦中3日パルマ戦があるので、そこで起用したい選手とかは早めに変えておきたい。逆に、まあ、使わないかなっていう選手とかはフルでもうどんなにスタミナがでも30ぐらいでも起用してやろうと思ってます。ナイスキー、足男な。あー、ウィンデリー、やばいやばいやばい。うーわー、ここで追いつかれるか。やっべ、全然 CL ちげー。 CL のミランやっぱちげーなっていうと、なるの今の笑い声。すごい笑い声した。いやー、まあ、ここのビリンデンディの対応がちょっと甘かったし、あー、シュートうまかったな、ミランチク。よし、さあ、抜け出して、これ、結構中盤スペースある。ビリンデンディに通した。よし、ビリンデンディ。あー、打ってよかったな。いやー、さあ70分、ドミンゲスとベルナルデスキ下げてフィリップスとソッティル投入で、右のウィングに、ソッティルで、中盤フィリップス入りました。まあ、これでもうキエーザかキエーザアルマダベロッティはいずれか2人は出れないっていう、ちょっと難しいね交代になってしまったんですけど、難しい交代になったというか交代をしてしまったんですけど、疲労を考慮するのを優先しました。おお、まあまあ、ただタレント力がないわけでもないので、あと1枚カードありますし、そこをまあうまくどう使うかみたいなところもあるので、とりあえず勝って終わりたい。アビラ、アビラー、ドナルマー。スピナタンのコーナーから、お、ジスターナ、ジスターナー、ナイス、素晴らしい。2点目とかかな、リーグ戦でも点取ってたね。いやー、素晴らしい。こういう時にね、やっぱ点取ってくれる選手の偉大さってのは大きいですよ。本当にセンターバック、ジスターナ決めた。ここでもう合わせてからボール落ちて、ひたすらねシュートを、シュートボタンを押して、入れ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 って。これはもう小学校2年生ぐらいの時に培ったね、もうとりあえず何かを蹴るっていう、何か蹴ったら何か起こるみたいな、そういう教訓が生きましたね。さあ勝ち越し。さあ75分、ビリンデッリ下げてキエザ投入、最後はキエザを入れました。さあ 2-1、 なんとかこのまま行きたいですね。もう失点もさせたくないし。いや、まずい、なんか中央もう開けられてる。危ない危ない危ない、消えたナイス。いや、危ない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 、いやもう危ない危ない、おおおお、やばいやばいやばい、いやダメ、点はやらせない、点はやらせない。オッケー、危な、ポストじゃねえ、クロスバー叩いたし、めっちゃ中央開けたし、何場所っとっていう感じですね。もう博多弁出ちゃったよ。博多弁かもわかんないけど、多分博多弁でしょう。さあ苦しいな、今日のミラン戦苦しい。
苦しゅうない、いや苦しい、苦しゅカルステン、それリゼロ一番好きなキャラクターですけどもね、僕の推しですけども。さあロスタイム、さあさてアビラ3点目行きたいな、やっぱただ無に行って取られるのも嫌だけど、中を消しながら行こう。1対1。ああ、そして終わるかな。オッケー。まあ、なんとか勝った。新勝ですね。はい、ということで CL ベスト8ファーストレグミラン戦はなんとかホームで2対1で勝つことができました。まあ、ただね、セカンドレグの時に 1-0 で負けちゃうとアウェーゴールで敗退が決まってしまうので、まあ、まずセカンドレグ、次の、あの試合なんですけど、先制点をまず意識してね、やっていければいいかなと思います。てか、これがまあリーグ戦入っていくんですけど、ユベントスの勝ち点差、いつの間にか5に開いてるな。だいぶもう本当優勝、ほぼ優勝じゃねみたいな、もう優勝じゃんみたいな感じになってはきてるのでね、まあ、このあとパルマ戦やっていくんですけど、しっかり下位のチーム相手に取りこぼしせずに勝っていきたいなと思います。では、パルマ戦やっていきます。はい、ということでパルマ戦はなんとか2対1で勝利することができました。まあ、前半にね、ベロッティ、ドミンゲスが2点奪って、まあ、いい形で、ね、前半終わったんですけど、後半62分に1点返されて、そこから結構危ないシーンが続いたんですけど、まあ、なんとか、1点守って、勝つことができました。ただね、87分に今、ベロッティとかキエザを下げているので、ちょっとタイミングね、変えるタイミングがね、すごい遅くなってしまったとかもあって、結構中3日でどのくらい回復するかなって心配なんですけど、まあ、次ミラン戦またセカンドレグありますので、勝って2連勝で勝ってベスト4進出できるようにやっていきたいなと思います。さあセカンドレグベスト8ミラン戦やってまいりました。相手ミランのスタメンです。まあ噂のサンシーロというか、問題があったサンシーロで今日戦っていきます。まあ、そんな問題つってもね、僕らが 8-1 で勝っただけなんですけど、のろけ話。まあそうですね、まあ前回のそのファーストレグでは2対1で、まあ、なんとか新勝したっていう形になったので、本当 CL っていう舞台では相手の方が経験はありますからね、そういうところでね、やっぱ難しさはあったんですけど、このセカンドレグもしっかりメンバーは入れ替えてますが、勝ってね、気持ちよくベスト4進出したですね。で、本日のフィオレンティーナのスタメン、まあ、ちょっと疲労とかの影響もあって、今日は 4-3-3 でやっていきます。で、キーパーハンダノビッチで、フォーバック右から、ラザロ、カマラ、フィリップス、ルイス、で、ツボランチ、リッチ、ズルコウスキーで、トップ下、ベルディで、スリートップ左からアルマダ、アビラ、ベルナルデスキでやっていきたいなと思います。まあ、トップ下、ベルディだったり、まあ、リッチ先発だったりとか、あとフィリップス、バックに入れて、で、キーパーハンダノビッチだったりって、結構メンバー入れ替えてやってるんですけど、まあ、そんなね、中でも、しっかり勝ちたいなと思います。で、中2日で次リーグ戦カリアリ戦があるんですけど、なんとかね、どうなるか、なんとか行ってほしいなというか、もう気合で乗り切りたいなと思いますね。よし、さあフィリップス、リーチ、ベナルデスキ、足元、もう一回リーチ、これファーで、いや、アドバンテージ取ってないか。オッケー、カマラナイス。カマラも出ずっぱなんだよな。ドミンゲスカマラあたりが出ずっぱなんでね、ちょっと。休ませたいっていうのが本音だが、休ませられない。替えの効かないよ。さあ、いい。アビラ。さあ、こっち。ツルコウスキー！うーわ、惜しい！ベルディ使ってもよかったかもな。どうだったの？ここ、ダイレで。ベルディに渡してもよかったかもしれない。ただ惜しかった。お、フォーレ、フィリップス、オッケー。さあ来た、アビラ押せない。イエス、イエス、イエス、オラー。この先制ってだいぶでかい。アウェーゴール。これで 3-1 でしょ。いや、ベルディよく通した。そしてアビラよくオフサイド引っかからなかった。我慢した。そしてよくここも決めた。OK。ベルディのトップ下いいな。よし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 。これは貴重な先制点だぞ。2点差に広がったトータルスコア。そしてアウェーゴールも取ったんで。まあ、とりあえずミランは
3点必要になってる、勝つためには、まあ、2点取ったら延長って感じですね。僕らだいぶ有利です。2点目取ったらまずベルナルデスキとかも下げてリーグ戦備えさすか。でも中2日カリアリ戦の後中3日インテル戦とかだったんだよな。大変大変、メンバー組むの大変。サズルコスキ、ベルディ、ベルナルデスキ、いやいいよ、打っちゃおう。わあでかいか。結構ベルナルデスキの時なんか力んじゃうんだよな。惜しい、うまく抜け出して逆足で狙ったけど、まあちょっと強かったな。コースは悪くなかった。もっと力加減してれば決められてたかもしれない。さあルイスからアルマだ。やばいやばいやばい、やばいやばいやばい、やばいやばい、あこれ出る、危な危な、よかった助かった。もう出ちゃえと思って、サミュエル出ちゃえと思ったけど、ここは間一髪というか、誰が、カマラ何しとんねんみたいな。さあベルナルデスキ、ベルナルデスキ切り返して、いやーここも決まんない、決まんない。2点目取ったらもう本当にメンバー変えてなかった。おい終われ OK。 さあ後半開始。いやーまあやっぱりリーグ戦のようにはいかないってファーストレグから同じこと言ってるんですけど、だって 8-1 で勝ったのにさっていうね、まあ、逆にそこで勝ったからこその油断だったりとか慢心だったりとか、逆に負けたからこそのね、慎重さだったりとか、うん、集中力だったりとか。さあいやマイナスダメか。まだズルコースキー、リッチー、アビラかわして2点目。いやここが決まんないんだよな。ズルコースキーからオッサイか。さあ53分ベルナルデスキー下げてソッティル投入、まあ、疲労考慮して変えました。ただソッティルにもねしっかり結果残してもらいたい、そういう思いを込めて送り出しました。ズルコースキー、さあズルコースキーからアビラ、アビラ、いやループダメだ、ループダメだった。アビラ再三の決定機あるも追加点が奪えない。さあ69分アビラとアルマラ下げてチェリとベロッティ投入しました。で左にベロッティ、まあ、中央に移して、中央気味にして、でチェリはそのままセンターフォワードで、まあ、一番ね3トップを3枚替えするっていう感じですよ。点を取りに行ってるね。さあベルディ、ベルディ、いや迷った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 、なんで丸押しちゃったんだろう今、ミスった。でハンダノビッチはリフティング、リフティングです、ナメプ野郎。さあルイス、こっちに絞ってベロッティナイスよ、マイナス来た。いやいや、ここもベロッティピンポイントだったけど、ここも無念。サンティアゴ・ムーレス、懐かしいゴール、ゴール懐かしいな。ガバン・ハリス、いや懐かしい、ゴール懐かしいけど2点目のゴールが奪えない。さあおお、終わってくれ終わってくれ、よし。さあラスト、うわただよし、けーなんとか2連勝で念願の念願のベスト4進出。いやータフだった、非常にタフでした。いやーよかった、なんとか勝った2連勝。はい、ということで CL ベスト8セカンドレグミラン戦は1対0で勝利して2005系3対1でベスト4進出することができました。で
高い以上の結果、まあ、レアル・バルサはバルサが勝ち上がりました。でアトレチコ・ライプツヒはアトレチコで、リオン・ユナイテッドはユナイテッドで、我らフィオレンティーナが準決勝で対決する相手はこちらです。ユナイテッドになりました。まあバルサ・アトレチコと、まあ、スペイン勢対決と、まあ、ユナイテッドはプレシーズントーナメントで戦った相手ですね、まあ、なので、まあ、速攻でね勝ったからといえどこの CL で勝てるか分かんないんですけど、まあ、一度戦ってる相手ではあるのでね、なんかそうですね、とりあえず、まあ、ここまで来たんでね、せっかくここまで来たので、勝って決勝進んで、まあ、バルサ・アトレチコどちらかの、チームと戦って、もしかしたらこれシメオネと再会する可能性もあるかもしれないですね。そうなったらいいですね。確かにアトレチコとやりたいな最後、まあ、本当に、ベスト4まで、ね、勝ち上がりました。もう厳しい試合だったんですけど良かったです。ということでね、もう僕の体力も限界に近づいているんですが、最後中2日カリアリ戦やってこの動画締めたいなと思います。はい、ということで最後の試合カリアリ戦は6対0で大勝しました。まあスタッツはこういう感じの内容だったんですが、まあうまく攻めれて、まあ守備のところも、まあ、危ないシーンはいくつかあったんですけど、今日はいい対応ができて、まあ、0で抑えて、攻撃陣はまあ爆発して、まあ、今日チェリーとか先発だったんですけど期待に応えてくれて、まあ、キエザのゴール皮切りに始まったんですけど、でベロッティドッピエットだったりとか、まあ、あと途中から入ったアビラとかも点取ってね、まあ、うまくターンオーバーできたかなとは思いますので、本当に、まあ、点差もそうですけどいい試合になったかなと思います。まあ、ということで、まあ、今回はね CL ベスト8だったりとか、まあ、リーグ戦をやっていったんですけど、まあ、いずれも勝利で終わってベスト4進出できて本当に良かったかなと思います。ということで今回これで終わりたいなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしています。以上です。ありがとうございました。